ブラックカントリーコミニオンで演奏するグレンヒューズグレンヒューズはイギリス出身のベーシスト兼ボーカリスト。トラピーズのメンバーとして1970年にデビューディープパープルのメンバーにスカウトされて世界的な注目を浴びた。その後様々なバンドやプロジェクトに携わりソロ名義の活動をしている。1951年スコットランドグラスゴーキャノックで生まれる。 1969年にトラピーズでレコーディングキャリアをスタート。同バンドのベーシスト兼ボーカリストとして3枚のアルバムを発表し、1973年にディープパープルへスカウトされる。1974年同グループでアルバム紫の炎を発表。同年4月にアメリカカリフォルニア州で行われたイベントカリフォルニアジャムに出演し、 一躍有名になる。1976年、ディープパープル解散後、ソロアーティストとしての活動を始める。翌1977年にファーストソロアルバム、年賞をトラピーズのメンバーと発表、活動の拠点をアメリカへ移す。1982年に、ギタリストのパッドスロールと共に、ヒューズ、スロール名義で作品を発表。百八十五年には、 ボーカリスト兼ベーシストとしてゲイリー・ムーアのランフォーカバー1986年にはボーカリストとしてブラック・サバスのトニー・アヨミのアルバムセブンス・スターに参加するハードロックバンドヨーロッパのメンバーであるギタリストジョン・ノーラムと活動中にドラッグの問題でスウェーデンから強制退去を命じられる脱ドラッグのリハビリテーションを行い1991年に KLF のシングル、アメリカ、ホワット・タイム・イズ・ラブに、ボーカルとして参加し、再デビューする。1992年、ヒューズがリードボーカルを担当した、ジョン・ノーラムのアルバム、フェイス・ザ・トゥルースが発表される。2002年には、ジョーリン・ターナーとのヒューズ・ターナープロジェクトを開始し、その後、自身のソロバンドにレッド・ホット・チリ・ペッパーズのチャド・スミスを迎えて、 ソウルムーバーなどの作品を発表した。2010年には、ジョー・ボナ・マッサ、デレク・シェディニアン、ジェイソン・ボーナムと共にブラックカントリー・コミニオンを結成し、同年発表のデビューアルバムは、前衛アルバムチャートでトップ20入りするヒットとなった。ありがとうございます。